はい。それでは逆行列について補足しておきます。前回逆行列について定義をですね、ax イコール en かつ xa イコール en となるような行列 x が存在するときというふうに言いましたけれども、右から a に右からかけて単位行列となるような x を右逆行列 左からかけて単位行列になるような行列を左逆行列と仮に言うことにすると、x と y は実は等しくなります。ですから、ここで ax イコール en イコール xa イコール en となる x が存在すると言わなくても、もう少し緩く、x と y がまあ仮に異な、x、このこっちの x とこっちの x が仮に違っていてもいいので、そういうのがあったとすると、まあ、結果的には一つにあの同じものであると,ということですね。 はい。で、これをちょっと証明してみたいと思います。これの証明にはですね、この今出てきました、右逆行列かつ左逆行列が存在すると仮定したときに、x と y が等しいということを示したいんですけれども、yax というのを計算しています。yax を2つの方法で変形するということをやってみたいと思います。 えー、yax というのがありますけれども、まず左側の ya に注目すると、ya は単位行列なわけですから、ここ ya は en となります。したがって、えー、en かける x ですから、x と等しいということになります。一方 ,ax の方も en ですから、y かける en となって、y と等しいということになります。 はい。ということで、この真ん中の yAX を、左側の yA が単位行列、右側の x は単位行列というのを使って変形すると、それぞれ、x と y に等しいですから、結果として x と y は等しいということが、うですね、言えるわけですね。はい。で、まあ、この議論を用いれば逆行列の一位性、つまり、 逆行列の定義はもともと ax イコール xa イコール en だったわけですけども、これがもしもまた別の x' というのでこう満たしていたとすると、x と x' も等しいということも言えるわけですね。つまり、数で言うと、a インバースというのは1つだけだと。3分の1は2つもないですね。1つしかない1つ決まるわけですけども、行列の場合はそれほど自明ではないんですけども、この議論を使うと示すことができます。 興味のある人はちょょっっとやってみましょうで、この x、ax イコールイエンと右逆行列が存在するということと左逆行列が存在するということは実は後で基本変形と言われる概念を用いて示すことができます。従って実はこの生息であるためには ax イコールイエンとなる x が存在するか y イコールイエンとなる y が存在するかどっちかつまり右逆行列か左逆行列どっちか一方あれば 両方存在して右、右も左も存在して、それは一致して逆行列になると。ということが言えるわけですね。